したら、今日は車2台、バイク1台の配置で現場の方を行っているので、まあ、それぞれ単品で追っかけていると連携する意味が全くなくなっちゃうので、各々の役割をしっかり持った上で追尾調査っていうのを行っていきたいと思います。会社さんによってはバイクでそのまま追っかけるみたいなことをやる会社があるんですけど、うちの場合はバイクっていうのはあくまでも要所要所のポイントで使う形になります。なので出だしで見られたりとかしないように、なるべくうちの車両の後ろに隠したりとかっていうような使い方をしていくのがメインになります。はい、もうやっぱり連携が一番大事になってくるので。で、今回、今見えてる前方のマンションが、対象の自宅になります。で、エントランスは、正面側この通り側に1箇所だけで、対象の車っていうのがエントランス出て右、路地を右に行った左手に駐車場があって、そこに、止まってるっていう状態ですね。で、ここの張り込み場所からだと正面エントランスしか見えないので、出て右、路地を右に行った時点で丸2の車に引き継いで丸2の方で駐車場の出入りっていうのを見てもらいます。なので、まあ、このまま、私、丸1の方は、光沢マンションの出入り口を継続してこのまま見ていく形になるので、まあ、あとはもう出てくるのを待つっていう形になります。まあ、仕事行くって言ってるので、まあ、そんなに大幅に遅れたりとか時間の誤差があるってことはないと思うので、まあ、20-30分見込みしてれば出てくるかなっていうところですね。そしたら、丸2はどこから位置してる感じかな。丸2の方はマンション工事出て右で路地右、先の十字路手前右手のスーパーピーから駐車場が位置できてて、甲が入っていくのと車が出て右に行くのが全部見えます。了解。で、バイクは？バイクは G 出て右、路地右で、先の十字路左 U ターンで、まあ、対応待機。後車が動き出して P 出て右って言ったら後車の後方を蹴つけるから、それで先の、十字路右左こっちで見て、まあ、出だしのところは見られないようにバイクが頭出しながらついていくから。了解。そしたらじゃあ丸1このまま1開始しちゃいます。あー、で、多分こうだな。出てきた。白のシャツ、紺のズボンに紺のビジネスバッグ。あー、仕事なのかな。とりあえず出て右ね。出て右で1個目の路地をちょっと振り返りながら右。今見えてない。了解。こっちはちょっとスーパーピーパンパンで見えなくなっちゃったんで、タッチで見て。了解。もう戻ってくればこっち分かる。 P 入ったら教えて。コンビニの P にこっち映っちゃうから。了解。あれ、こう丸2の方で確認で今 P 入りです。了解。バイクの了解。校舎出てきました。あ、はい、今敷地出入り口、今流れ待ちで借りますね。ゆっくり今出て右。バイク了解。後ろつけるよ。で、確認ね、遠目で確認。後ろはつけてる。了解。で、先止まれ、流れ待ち、ウインカー出るよ。あ、右ウインカー出た。了解。まだ流れ待ちね。で、今右。了解。で、こっちでも確認で、先、左カーブ？ウインカー、まあ、つけるよ。で、やる左カーブ。で、了解。この辺じゃまだ見えてないから。信号は14。いや、左ウインカー。左ウインカーで、路地、右先、あ、そこね、コインティーの先行って、そこの路地左。了解。なんだろう、住宅街だな。曲がって、今、1個目の止まる付近ね。バイク了解。車通りとか全然ないようなと、バイクはちょっと隠れてた方がいいかも。止まり左だな、なんだ？入れて左行けんじゃねえか。バイク了解。とりあえず今止まれよ、左ね。バイク了解。丸2、右手通りを次は過ぎた次の路地左だからね。
了解。で、左曲がった後信号は14。結構ゆっくり走ってる。片方で止められたな。あ、信号か。信号だ。信号が青で今通過で、この先が片方になってて、片方で待ち。バイク了解、後ろ。で、後ろ0で丸2ね。はい、了解。で、今片方通過。丸2詰めてた方がいいよ。丸に了解。またその先の信号も青で通過だけど、また片方ね。バイク了解、後方待機。了解。丸に信号で行けてません。了解。片方抜けてすぐの信号は通過。その先、200先が赤で待ちになりそう。こっち今手前。バイク了解。で、その200先の信号で待ちになる。ああ、その信号は今青ね。ちょっとこっち行けないな。バイク了解。バイクが平行ショートカットして、この方行くよ。了解。今こっち間2台入ってる。了解。で、さっき信号は間にかなり遠め、信号が通過されてるから。了解。揺れ左カーブ。信号は14。あ、青だ、青。左ウィンカー。突き当たりの信号青ね。確認じゃ青。で、今左。点滅はなし。後ろで了解。いやー、先で待ちだ、待ち、待ち。でもそれで間につけちゃった方がいい。はい、了解。これ結局 P 出て右です、止まれ、左行けばよかったんだよね。そうだね、ちょっと警戒があんのかもね。左寄ったな、路中だ、やだな。ああ、了解了解。スーパーの手前で見れる。後方で見れる。そうか、一回通過で抜けちゃう。了解。降りるのも分かるから。了解。バスが乗るのも分かる。すれば。信号通過して路中車の前にこっち路中で抜けちゃうわ。バイク了解。ああ、こう降りんな。こう降りて。あ、一応絵は取れてる。トランクのとこと、まあ、別に6ではなさそう。なんか車を見てる感じではある。了解。で、ドア開けて、運転席開けて。トランク開けてる。丸につけたら教えて。丸に了解。1は俺でするからさ。対応で、そのトラックの後ろあたりについてくれればいい。見られない方がいいから。了解。今着きますよ。バイク了解。で、こうトランク閉めて、運転席乗り込みね。はい。落ちとかは来てねえな。まだ何も動かず。乗り込んではいるからさ、いつでも出れる状態になってるはず。了解。あ、ブレーキ消えた。進行方向出発。で、先青ね。丸に出て。了解。で、こっちで間ゼロ。1個信号通過。先点滅してます。バイク了解、後ろ。その先赤、その先赤。先赤。あっちになる。で、信号右レーンで先頭待ちです。バイクで直進行って、路中で。バイク了解。了解。間1で着きます。バイク了解。後ろ来てないからすぐ出なくてもいいよ、丸に。左寄ってる。で、左レーン。
左ウィンカー出てたな、今。先が赤。うん。先が赤で待ち、バスで間1です。了解。一応バイクが左カバーするよ。バスで見づらいですよね。そうっすね。お願いします。左矢印です。左矢印。うん。で、左は見れてるから。了解。あ、左だ。左了解。バス遅いから俺右側車線走行が早いかもな。信号2個通過してて先も赤です。了解。あ、バイクがいけるよ。まっすぐの矢印出てる。了解。校舎対第一。バイク了解。じゃあ黄色、黄色で行かれてる。一応バイクはついてる。黄色で右で右。これ俺通りだから。ほとんど車無理だな。了解。スクールだけど、スクールは入らず、なんかってる、家の方面。4号ね。一個入らず、了解。入らず、4号、なんか、家の方面。で、先も青。で、とりあえず、2000に聞いて、ついてきて。了解。で、その先の通過で、その先の、矢印が出てる。直進方向の矢印ね。了解。で、矢印信号も通過。下上の信号、下の上の信号通過で何かってる。あー、で、ハザードね。校舎ハザード先左側路中。まあ一応直進はできてるから。了解。なんだろう、自販とかそういうのかな。まあ、とりあえず直射できてる。オツも乗り込めばわかる。歩道から見てるからさ、校舎の左後方。ああ、こう降りてんな。降りて、ドア開けてまたなんかやってる。了解。一応これ直射はできてるから。電話してんの？そう、電話中だな。あ、電話しながら乗り込み。多分時間調整してる感じがするよね。了解。で、乗り込んでブレーキランプで、先は一応赤。了解。あー、こっちもちょうどいいタイミングで青になるかもしれないな、動けば。バイク了解。あー、一回後方に路中ね。丸一は後方路中。了解。先一応青になってるけどブレーキランプ、こっちで見える？いや、車はこっちは見えない。あー、今発進、ね、今発進、右ウィンカー出発、先青だよ。発進了解。まだ点滅してない。直進行きますよ、今通過。了解。あー、それは丸2ゼロ？これ丸2ゼロです。で、今右ウィンカー、あー、そのまま右行った。もう一個右。あー、バイク了解。上の駅方面だから一番左ね。え、後ろつきたくねえな、これ。ちょっとずれたところで直進。了解。こっちが校舎の一個右のレーンから見えてる。バイク了解。な、6ありそう？まあ、変だよね、動きがね。うん。で、信号青ね。バイク了解。で、道なり右カーブで通過。上の公園方面っていうのかな。路駐車がいて、一個右にずれてきた。あー、ハザードね。うわ、嫌なとこ止めんな。いや、行きないか。うわ、こっち対応できない。うん。あー、了解ね。あー、いやいや、動き出し、動き出し。また、あー、そのまた前だね。信号の手前で路駐。こっちは車1台挟んで、見えてるかな。で、バイクの車で見えない位置で一応直視はできてる。で、丸2が多分1できるな。いや、できない。こっちは降りますわ、降りる。あー、了解了解。今、助手席側だけは見えてるから。こっち、運転席は見えてるから、降りればわかる。うん、もう上野の駅前だから、
ボツが来る可能性もあるからさ。ねえ、すぐ対応はできるようにしてるから。いつでも出ても大丈夫。了解。え、丸に立ちで見てる？丸には一回立ちです。すぐ車戻りますよ。助手席側も見えてるんで、誰か乗り込めばわかります。前で密集してるんで、あ、降りたな。こう降りたよ、降りたよ。了解。放射の前方の方行って、ちょっとこっちから見えてない。見える？こっちで今もあれです。見えてる。あー、でも後ろ向いてるんでちょっと気をつけてください。了解。あれ？なんか携帯取り出して、下目撮ってる。ちょっと、ロックかもしんないです。え？いいよ。後ろ向いて写真撮ってます、携帯で。あ、なに？こっち撮ってる。後ろ向いてるんで。うん、後ろの方向いてます。ちょっとやばいかも。なんで車、うちの車のこと撮ってんの？いや、ちょっと待ってたね。なんか、校舎の写真を撮ってるっぽいさ。あ、校舎の、うん、校舎の写真撮ってるっぽいよ。何やってる？後ろの景色とかっていうよりかは、カメラ下に向けてるんで、多分校舎の写真撮って回り回ってる感じ。仕事はだって池袋だよね。そうだね。だからここ全然違うから、単すんのか、ちょっとわかんねえな。自撮りしてる。校舎と一緒に自撮りしてる。自撮りしてる？自撮りしてる。了解。自撮りしてるの、こっちからも見えた。了解。一応、後ろも多分映っちゃってるんで、気をつけた方がいいかもしれないけど、うん。了解。あれ、着替えた、着替えたっていうか、あ、上着着ただけか。赤い上着ですよ。うん。また写真撮ってる、やだな。自撮りしてますよ、自分。座り込んじゃったよ。確か、校舎は嬉しそう。買ったばっかりって言ってましたもんね。うん、すげえ嬉しそう。あれ、校のインスタとかって分かってんだっけ？インスタ分かりますよ。あとで見た方がいいかもしれない。いやでも丸いにバレたらさすがにあげないだろう。いやーどうですか、丸いが知らないアカウントだったら。あー、裏垢ならありえるね。あー、手あげた、反した反した、赤い角でした。首都高入ったからね、首都高入った。いやー首都高だ。